改めまして本校一組のエイダと申しますわ。同じく一組フリッツです。お見知りおきをシュバルサー教官。
もなく本日のメインレースが開始となります。馬券を購入される方はお急ぎください。各馬それぞれスタート地点に着きました。本日のメインレース、1番人気はナンバーブリッツ、2番はブラックプリンスと続きます。3日後の月賞を占う注目のレース、果たしてどのような展開になるのでしょうか。さあ各馬一斉にスタートしました。先頭はナンバーブリッツ、ランドアレスターがほぼ同時、ブラックプリンス、カイザーダイスも悪くはない走り出しです。ライトブルームは出遅れた、果たしてどうなってしまうのか。最終ラップに入って依然強いナンバーブリッツ、追いかけるブラックプリンス、ランドアレスター、カイザーダイスも最後のスパートをかけていく。いや、お前さんたちか。なんだなんだ、感心しねえな。演習活動中に競馬観戦とは。推測をされていますよね。ちなみに目的はどうなんでしょう。破壊工作、それとも情報収集。へえ当初は半々だったが、今じゃその割合も変わってるな。37くらいってどこか。え、それってどっちがどっちで。確かミュゼさんの言った順番は一応機密なんで、このくらいで勘弁してくれ。何か分かったら演習地の方に連絡する手はずにはなってるしな。そんじゃあな、この後もせいぜい頑張ってくれよ。
よし、行くとすっか。帝都の地下道か。実際に入ることになるなんてな。いろいろな噂がありますよね。巨大な地下墓所などもあるとか。海でのんきに暮らしてる連中の気が知れねえな。えい！さあ、かかってこい。はい！やっ！先があるみたいです。はい、えい。えい、えい。いつでも行けます。やっ。みんな大丈夫か。各種ステータス宝箱か。やっ、やっ。いつでも行けます。やっ、やっ。やっ、やっ。いつでも行けます。はっ、やっ。小休止できそうですね。